どうも、くまです。いや、すっかり忘れておりましたが、ハロウィンナイトというグランブルーファンタジーのイベントがあったので、やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。まあ、本日でね、終了してしまいますので、やっていない方は確実にやるようにいたしましょう。ということで、まずはエクストラストーリーからやっていきます。見てくれ、ちゃんと菓子を用意してきたぞ。うわー、たくさんありますね。そうだろう、受け取ってくれ。オイラたちにくれるのか。もちろんだ、そのために持ってきたからな。ありがとうございます。やったな、もらおうぜ。よーし団長、早速拳と拳で語り合おう。え、なんだって。ハロウィンだからな。団長、トリックアトリート。うわー、お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞ。今度はフィオフかよ。次から次へとびっくりするじゃねえか。お菓子たくさんある。お、あんたも俺と勝負するか。勝負したらお菓子もらっていいな。だったらやるやる。あっちし本気出しちゃうぞ。そうか、今日は熱い語り合いができる。たぎってきたぜ。待て、どうしたの。なんだ。お前らハロウィンをなんか勘違いしてねえか。トリックオアトリートでしょ。お菓子くれなかったらいたずらしていいんだよね。菓子は挑戦状の代わりだろ。渾身のいたずらの応酬で勝敗を決する。すなわち宣戦布告をして正々堂々勝負する。それがハロウィンだ。フューフちゃんは別に間違ってはいないですね。問題はフェザーか。そうですね、いつものフェザーさんって感じです。それより団長、早く勝負しよう。あ、フューフとの勝負を先にするか。お菓子くれるなら私はどっちでもいいよ。団長とフェザーの勝負応援するのも楽しそうだし、どっちを応援しようかな。その前にハロウィンが何かっていうのをもう一度ちゃんと理解した方がよくねえか。そうですよね、ハロウィンっていうのは。ハロウィンっていうのはな。どうしたの二人とも。トリックオアトリートをしたり仮装したりするお祭りだっていうのはわかるんですけど、迷子のジャックを慰めるんだったか。確かそうだったような。でもなんだかはっきりしたことはよくわかりませんね。あら、どうしたの。難しい顔しちゃって。あ、グレイさん。オイラたちハロウィンのこと実はよくわかってなかったんだなって思ってて。よ、ハロウィンのことってお祭りの由来とかかしら。いろいろな説があると思うけれど、確かもともとは収穫を祝うお祭りだったはずね。それは初耳だ。でも収穫に感謝するのはいいことだな。収穫を祝うのにお菓子を食べるの？
仮装をしたりするのもどういう意味なんでしょうか。こういう慣習というのは少しずつ形を変えて元の姿がわからなくなったりするものよ。でもハロウィンの日にはこの世とあの世が近づいて死んでしまった人や人ならざるものが現れるって話もあるわ。そうでしたね。人ならざるもの怖い？でも死んでしまった大切な人に会いたいと思う人は多いと思うわよ。そうかもな。でも私は大切な人とこうしていつでも一緒だから関係ないわ。大事な人と一緒なのは嬉しいし楽しいよね。でもハロウィンのことはややこしくて分かんなくなってきちゃったな。あまり考えすぎなくてもいいんじゃないかしら。せっかくのお祭りなんだもの、好きなように楽しめばいいと思うわ。その通りだな。それでこそ祭りも盛り上がる。だよね。てなわけで団長、お菓子ちょうだい。ほう、ちょっと待ってください、フーフちゃん。いいぞ団長、俺とは思う存分拳で語り合おう。おい、お前のそれはいつもと変わらねえじゃねえか。楽しそう。団長さん、ちゃんと二人のお願いを聞いてあげてね。あれ、グレイさんはどこかに行くんですか。私は家族みんなでハロウィンの街へ出かけようと思うの。今夜は私のこの姿を見てもきっと誰も変に思わないから。それは楽しそうだな。気をつけて行ってこいよ。ありがとう。団長、俺は燃えてきたぞ。今なら最高の勝負ができそうだ。順番ですよ。一人しかいないんですから。はい。ということで、これでクリア、なんすかね。おー、いいですね。ハロウィンキャラ解放武器確定ガチャチケットが、このストーリーを読むだけでもらえると、めちゃめちゃいいですね。ということで、本日は以上となります。まあ、チャレンジクエスト、クリアしてない方は、クリアすると何かしらもらえるはずなので、まあ、クリアしてみてください。それでは、またね。Bye.